フラノ・ビエイの6個号とは、北海道旅客鉄道が、フラノ線旭川駅、ビエイ駅フラノ駅間にて1998年7月から運行しているトロッコ列車である。本港では、同区間で現在運行されているフラノ・ビエイ号についても触れる。1989年6月から運行された、釧路湿原の6個号が人気を集めたため、 北海道を代表する観光路線である、フラノ線において、1998年7月から運行を開始したトロッコ列車。ラベンダーが咲き乱れるフラノ、美瑛の丘や大雪の山並みを眺めながら走る。綺麗な風景を眺められる地点では、列車は原則運転を行う。ノロッコとは、ゆっくりを表す、ノロノロと、トロッコを合わせた造語である。主に6月から10月にかけて、 最大3往復まで運行される。1往復が、旭川発に、2往復が、美瑛発着となる。旭川駅美瑛駅美馬牛駅上富良野駅、ラベンダー畑駅中富良野駅、富良野駅県引機関車は、当列車専用塗装ので15系ディーゼル機関車である。2019年には、で15,535が、新たに専用塗装となり、3両体制となった。 美瑛の丘をイメージした塗装の機関車2両とラベンダー畑と春小麦畑をイメージした新塗装の機関車1両が共通で使用される。美瑛の丘とラベンダー畑をモチーフにしたヘッドマークが取り付けられる。また、運行開始20周年など、節目の年には特別なヘッドマークが取り付けられることもある。過去に使用された牽引機関車客車は50系客車を トロッコ仕様に改造し、自然に溶け込むように配慮された茶色を廃止、レトロ調のあるイメージとした車両が使用される。旭川、美英法が1号車である。客車は3両で、2005年から2017年までは4両に増結されることがあった。2015年、増結車両として使用していた、那覇2万9000系1両の廃車により、車両が不足したため、2016年より、 かつて、釧路湿原の6個号で使用されていた客車1両の使用を開始した。2018年より客車は3両での運行となった。指定席が1両、自由席が2両の運行となっている。2017年度の編成は以下の通りである。機関車は旭川方に位置し、フラノー先頭車、奥派手510から2歳前部には運転台が設けられている。 フラノへ向かう際は、奥果て510から最高尾の機関車を制御して、推進運転が行われる。過去に使用された、客車1999年時点では、専用の制服を着た車掌と、ノロッコレディと呼ばれた乗務員が乗務していた。車内では、チビールをはじめとした地元の特産品、ノロッコ号のグッズなどが販売されていた。2004年時点でも同様であった。 2018年現在、利用客には乗車証明書が配布される。また車内には装飾が行われ、かつて9月から10月にはハロウィンの装飾などが行われたこともあった。1999年12月23日に旭川駅フラノ駅間で運転を開始した臨時列車。当期間の週末を中心に1日1往復運転された。 で15系ディーゼル機関車のラッセルヘッドを旭川方に連結した状態で運行された。実際にラッセル手技は行われてはいなかったが、ラッセル機関車が牽引するということで、集客効果を狙っての運行であった。ラッセル機関車付きの営業列車は、この列車が全国で初めてであった。2002年2月24日をもって、運転を終了した。 1999年6月に旭川駅フラノ駅間で運転を開始した臨時列車。運転を開始したかつて、ノロッコ号の車両を蒸気機関車で牽引する際、この名称で運転された。また年によっては SL スズラン号で使用していた客車を牽引していたこともあった。運行開始時のキックオフイベントとして6月の数日間運転されたほか、 フラのワイン武道祭り等の沿線のイベントに合わせて運転されることもあった。2014年6月をもって運転を終了した。2010年10月16日に旭川駅新徳駅間で運転を開始した臨時列車。初年度は2日間のみの運行であったが、好評だったため、翌年からは周期に運行されていたフラの美鋭の6個号をすべて運休し、 期間中の週末を中心に1日1、往復運転された。紅葉で有名な金山子を望むことができた。機関車や客車には秋の金山子をモチーフにしたヘッドマークが掲出された。停車駅は以下の通り、2012年10月14日の運転を最後に設定されていない。現在は再びフラ野美瑛の六個号の運転となっている。 2005年9月から10月の期間、期間限定企画として、フラノ、ビエの6個号の貸し切り販売を行ったことがあった。旭川駅フラノ駅間、またはビエ駅フラノ駅間を一往復するコースで、1名から168名までの利用が可能であった。2018年6月30日から運行を開始した、フラノ線旭川駅フラノ駅間にて運転する。 臨時列車である、キハ183系機動車で運転される、ラベンダーの最盛期である7月、フラのエ瑛の六個号は混雑が激しくなっていた。また、2018年よりのッコ号の編成が3両編成となった。そのため、特に混雑が激しいのッコ1号2号の混雑緩和を図るため、同年より同列車の後を走る臨時列車が運転されることとなった。 特急系車両で運転されるが、乗車券のみで乗車できる。ラベンダーの最盛期である7月から8月にかけて、1日、1往復運転される。停車駅、編集旭川駅美 a 駅美馬牛駅、上富良野駅ラベンダー畑駅中富良野駅、富良野駅使用車両、編集ナエ運転所所属のキハ183系、機動車3両で運転される。前面にはラベンダーをあしらった。 ヘッドマークが掲出される。全車自由席。観光列車、フラノ、BA の6個号で絶景をめぐるモデルコース。ダイグジャパン、2019年1月8日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。ABCD、マイクロ ACE の新製品で15から2516プラス50系。フラノ、BA の6個号4両セット。 株式会社マイクロエース。2018年10月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月19日閲覧。ABC、フラの、BA の6個、新デザインの機関車とヘッドマークで、運転開始。鉄道ファン RAILF.jp。オリジナルの2019年6月9日、時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/20190609170940/https, railf.jp/news/2019/06/09/202500.html2020 年6月19日閲覧。故障、整備期間等に運行される場合は、 他ので15型による牽引が行われる場合もある。のこん号はどれくらいある北海道ファンマガジン。2020年7月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年7月22日閲覧。AB、フラノ、BA のこん号今年も運行スタート。北海道旅客鉄道。2019年6月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2020年6月19日閲覧。ABCDE フラノ、美エの6個号20周年。北海道旅客鉄道。2018年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。ABC JR 北海道フラノ、美エの6個号運転開始。鉄道ファン第38巻第9号。公有者。 1998年9月1日。過去には C11-207 が牽引することもあった。来月に新型の6個車窓広がり眺めは抜群 JR フラノ線。北海道新聞。絶対乗りたい。トレタビ列車図鑑。フラノ、美エの6個号。トレタビ。2019年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。 abcd, jr で行くフラの、b a 2018スタート。北海道旅客鉄道。2020年6月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月25日閲覧。鉄道ピクトリアル2007年2月号、p30ab, jr 旅客会社の車両配置表 2018. 鉄道ファン、34abc, フラノ。 BA の6個用増結車両について。北海道旅客鉄道。2003年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。AB、JR 旅客会社の車両配置表 2016. 鉄道ファン、37。AB 旭川フラノ間は、SL フラノ美瑛号。フラノ美瑛間は、フラノ美瑛の6個号としての運用で、14。 計客者によるノロッコ号の運用はこの年のみの運行。ノロッコ号はどれくらいある北海道ファンマガジン。2020年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。旭川アフラノに SL 来月11日から3日間、ノロッコ号を引。北海道新聞。で15ディーゼル機関車のラッセルヘッドを旭川方に。 連結した状態で運行。実際に、ラッセル手技は行われてはいなかったが、ラッセル機関車が牽引するということで、集客効果を狙っての運行であった AB、冬の臨時列車のお知らせ。北海道旅客鉄道。2015年1月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年7月22日閲覧。AB、冬の臨時列車のお知らせ。北海道旅客鉄道。 2007年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月22日閲覧 ABJR で行く夏のフラノ BA2004 北海道旅客鉄道2004年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月19日閲覧 AB フラノ BA キャンペーンキックオフイベント開催 北海道旅客鉄道2007年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月25日閲覧夏の臨時列車のお知らせ北海道旅客鉄道2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月25日閲覧 AB 秋の南フラノの6個運転鉄道ファン railf.jp 2017年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月22日閲覧 AB 秋の臨時列車のお知らせ北海道旅客鉄道2012年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月22日閲覧 AB 春の臨時列車のお知らせ北海道旅客鉄道 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。ABC 春の臨時列車のお知らせ。北海道旅客鉄道。2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。フラノ、美瑛の6個号にオハテフ510の2が連結される。 鉄道ニュース2016年6月18日掲載、鉄道ファン railf.jp、鉄道ファン railf.jp、2019年4月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月19日閲覧。この年のみ、串路出現の6個号用の図色のまま連結された。おはてふ510の2が茶色になり、旭川へ。 鉄道ファン railf.jp オリジナルの2018年6月12日時点におけるアーカイブ http:/web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20180612141313スラッシュ,ュ,ュ,ュ https railf.jp スラッシュニューススラッシュ2018スラッシュ06スラッシュ06スラッシュ 11000.html 二零二零年6月19日閲覧春の臨時列車の一部運転取り止めについて北海道旅客鉄道2020年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月22日閲覧 観光列車のご紹介 JR で行くフラのビエ2 0 2 0北海道旅客鉄道。2020年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月19日閲覧。当時特急列車の客室乗務員を務めていたツインクルレディとは異なる。鉄道ジャーナル第395号。1999年9月1日。35ページ。 今年の秋はどっちフラノ、BA、ニセコキャンペーンを実施します。北海道旅客鉄道。2006年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月22日へ閲覧。白い世界楽しもうラッセル付き展望列車が、運行朝日川フラノ間北海道新聞。秋のイベントは SL で。北海道旅客鉄道。 2006年12月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月22日閲覧。秋の臨時列車のお知らせ。北海道旅客鉄道。2015年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月22日閲覧。大人気。フラのビエの六甲号を貸し切ってみませんか北海道旅客鉄道。 2007年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月22日閲覧。ABC 快速フラのエイ号運行スタート。北海道旅客鉄道。2020年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月25日閲覧。AB フラの線でフラのエイ号運転。 鉄道ファン railf.jp オリジナルの2019年7月8日時点におけるアーカイブ http://web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20190708162654スラッシュ htps railf.jp スラッシュニューススラッシュ2019スラッシュ07スラッシュ08スラッシュ 1000.html 二零二零年6月19日閲覧観光列車のご紹介 JR で行くフラの BA 2020北海道旅客鉄道2020年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月19日閲覧 専門本線で運転されるこれらの列車も、当列車と同様の運転方式である。ありがとうございます。